はい、PS4 版ウィニポスト82017実況始めていきたいと思います。現在2022年8月1週ですね。今日もゆっくりまったりと始めていきましょう。さあ、今日もね、コーヒーを飲んでおります。さっきね、チェリオの、ね、自販機でサイダーをね、日本のサイダーを購入してきたんですけど、冷蔵庫に入れております。まあ、その話どうでもいい、本当にどうでもいい話じゃない。さあ、早速ね、醤油場を見ていきましょう。まあ、期待できる馬が今2頭いるんですよね。ボインちゃんとルビーリングですね。ボインちゃんは次走中山京成杯オータムハンデを狙おうかなと思っております。なかなかね、戸崎くんがね、主戦の戸崎くんが乗ってくれなくてね、前走は三村ジョッキーが乗ってね、中京記念9着と惨敗してしまったんですけどね。まあ、このままでもね、スピード D なんでね、まあ、重賞1勝できたんでね、御の字かなというところもありますね。ルビーリングもね、オープン入りしましたね。京都新聞杯で2着に入り、オープン入りを果たしたのかな。でもすぐ、おそらく高級でしょうね。新潟記念を予定しています。まあ、あとはね、期待できない連中ですが、2歳馬ね、スマイルアゲインと出来すぎくんと、この2頭はね、まあ、遅めとね、晩成なんで、まあ、2歳からは走らないかなという感じですね。まあ、ね、ヨークをね、売ることによって7億5000万まで増えたんでね、まあ、次の年、2歳馬ね、期待できる馬がね、2頭ほどいるんで、持ちそうな感じがしますね。サクッといきましょう。サクッとサクッとサクッとタララ。昨日一昨日とね、サブチャンネルの方でね、リアル競馬のね、動画を上げたんですよ。予想動画と以前作っていたような、ね、結果のね、動画を作ったんですが、あまりね、視聴回数が伸びなくてね、100回いくぐらいかな。まだね、サブチャンネルの方の登録者もね、まあ、30人ぐらいなんですよね。まあ、今回ね、ウィポ実況ね、終わる頃にリンク貼っておきますんでね、よろしかったら見てください。はい。東西南北あたりもね、これ、アヌモネステークスで2着したんですけどね、このままもスピード D なんですよね。ただ、パワー S なんでね、重賞勝てるチャンスあるかなと。急坂のあるコースならね、重賞勝てるチャンスあるかもしれません。はい。ネクスト。だからね、リアル競馬の、ね、動画ね、なかなかね、検索に引っかからないと。やっぱりチャンネルが小さいんで、検索にね、引っかかりにくいのかなと思うんですけどね、これ出さない方がいいですね。はい。まあ、それで視聴回数も伸びないのかなと思いますけど、まあ、僕にね、リアル競馬の話っていうのは求められてないのかなっていう感じもするんですけど、まあ、作っていてね、すごい楽しかったんでね、しばらくは続けようと思ってるんですけど、まあね、リアル競馬の話するんだったら実況もっとやれよっていう方がいるかもしれないんでね、はい、土日はしばらくリアル競馬の動画作りたいなと思ってるんですけど、どうですかね。まあ、実況もね、一緒に上げれたらいいんですけどね。この辺り厳しいね。ルビーリングが51キロ、デュランか、岩田ジョッキーが乗ってくれないと。さて、ブラックバタフライ勝ちましたね。新潟記念ですね。新潟記念あたり、やっぱりレベル高いような感じするんだよね。8番人気ね。ハンデは51キロと軽いんですが、まあ、人気はありませんよね。サクセスジャガー。これまあ強そうやね。オルフェーブル3区。オルフェーブルの子供っていうのを作ってみたいよね。まあ、大事にしていきましょう。はい。どうしても3歳がね、この時期の夏場のね、G3に出たら厳しいところありますよね。まだコバの方がね、有力というか、リアルでもね、なかなかいませんよね。小倉記念とかね、
新潟記念で通用する3歳馬っていうのはね、ちょっと伸びないね、厳しいか。オーシャンキッド1着、2着にはどうやらサクセスジャガー、勝ったのはオーシャンキッド、オーロラジャガー、完敗です。まあ、このままパワーがないんでね、平坦コースがいいんでね、次どこ使いましょう。まあ菊花賞が目標ですよね。まあ、距離は菊花賞持つんで、さてボインちゃん期待ですね。ジョッキーが鮎川やっぱり戸崎くんがね乗ってくれないとねいうことです。やっぱりこの辺りね、実在のジョッキーが増えてほしいなっていう、実名のねのジョッキーが増えてほしい感じはしますよね。ねえ、あの架空のジョッキーばかりなんでね、流れ青次郎に乗せましょうね、イケメンのね。流れくんといえば昔からね、あの登場するねジョッキーですから、ウイプの世界でね、おそらく一流ジョッキーにね育つと思うんですよ。早うちに乗せておきたいなというところですね。ルビーリングは、神戸新聞杯か、まあ、一応菊花賞入れときましょう。今年はね、ファンディーナがね皐月賞に挑戦すると、まあ、ダビスタの方で話したんですけど、どうですかね、まあ、期待値競馬から言ったらね、まあ、外して買うのがね馬券師としては正解かなと思うんですけど、15番人気なんで。ただ僕はね、あの能力というか馬体がね、あの好みなんで、皐月賞でもね軸にしようかなと思ってるんですよ。馬券師としては買ったらいけないなと思うんですけどね、まあ、夢をね買おうかなと、もし皐月賞ダービー勝つことがあればね、まあ、菊花賞よりも凱旋門賞の方がいいと思うんですよね。まずは皐月賞ですけどね、まだ強いメンバーってやってないんでね、ちょっと厳しいんですかね。51キロとハンデ軽いんですけど、やっぱりジョッキーかな。ただ流れ君はね後々ね、あのリーディングジョッキーというか成長すると思うんでね。さていい位置いるよ。前開いてくれ、前開いてくれ。ダメだ、伸びない。ちょっとねこれは消せませんね、このね惨敗ぶりは。 G3 はね通用してただけに、ファンでも軽いしね、ちょっと頼りないですねこれね。能力落ちたってことないよね。成長型遅めなんで、やっぱりジョッキーかな。まあ、次あたりね富士ステークス行きましょうか。府中牝馬ステークスの方がいいのかな。まあ、ちょっとねスプリンターズステークスはさすがに厳しいと思うんですよね。ちょっとねジョッキーをね固定したいんでね、誰か乗ってくれる人いないかな。有効度が高い内パクジョッキーもねそろそろ引退する頃かなと思いますんで、まあ、北村くんに乗ってもらいましょう。北村くん主戦にしよう。ボインちゃんね、後世ジョッキーがねなんかいいかなと思うんですけど後世ジョッキーにしようかね。あ、でも有効度でいるかな。三浦構成だよねあれどうなってんだこれごめんなさい名前で選びましょう。あ、これで有効度があるジョッキーじゃないと選べないということですね。それならば田辺ジョッキーに乗ってもらおうかね。
多分田辺ジョッキーぐらいがね成長していかないとね、成長していくんでしょうね、トップジョッキーになるんだと思いますけどね。あまり若手からねスター騎手っていうのが生まれませんよね、競馬界ってね。もっと20代からね活躍するジョッキーがいてもいいなと思うんですけど、だいたい今トップジョッキー30代でしょう。それはやっぱり他のスポーツと比較してね異色というか、もうちょっと騎手人気のあるね若手っていうのが伸びてほしいなと思うんですけどね。サクッといきましょう。全然サクッといけてないんで、そうそう忘れてる、ちょっとボインちゃんスプリンターズステークじゃなくてね、さすがに厳しいと思うので、やっぱり府中牝馬ステークスはレベル高いと思うんで富士ステークスいきますね。はい、それちょっと放牧出そう。さてローズステークスね、6番人気ワンチャンあると思うんですよね、まあ、ローズステークスなんでオークス4着馬が1番人気かな、まあ、大したメンバーではありませんねこれね、ワンチャンあるかなとまたワンチャンって言ってます、ワンチャンが癖になってね本当に。さあいよいよ直線の位置にいますね、これ来るんちゃう、来るんちゃう、来るんちゃう、これ来てますよ、来てますよ。さあ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 打ち明け打ち明け、よしよしいい感じいい感じ、そのままそのまま、あーでも緑の星来た、頑張れ粘ってくれ粘ってくれ、よし勝った勝ったねこれ、よっしゃ、まさか勝つとは思ってませんでした。東西南北相手もねそんな強いメンバーではなかったんで、まあ、ただ秋華賞はね、秋華賞エリザベス賞杯と直線平坦のね京都コースなんでスピード D では厳しいですよね。やっぱり桜花賞とオークスひょっとしたらチャンスあったかもしれませんよね、もったいないなと。やっぱりパワー D はね走りますね、坂のあるコースだとね。まあ秋華賞に登録しますけどさすがに厳しいかなと。さてルビーリングもねパワールビーリングパワーがないんだよね、パワー C なんでさすがに神戸新聞杯では厳しいと思うんですよね。松岡ジョッキーか、まあいいでしょう、はい、なかなかねジョッキーが固定できませんね。まあ大して実力のある馬ではないんで仕方ないかなと思うんですけど、8番人気で、ね、未来ってかっこいいですね。絆3区で未来って、しかも丸貝っていうのが謎なんですけど、これ皐月賞日本ダービー1着と、なんで絆3区で外国馬なんですかね。まあでもこれねスーパーホースでしょうね未来。なんか毎日班でもね同じような名前の馬いましたよね、絆じゃなくて思い出せないな。全然人気なかったんですけど3着突っ込んできましたよね。僕はあのレースね一番よく見えたのがあの3着だ これダイジェストで見ましょうね、はい。里の朝あたりはね正直全然よく見えなかったんで勝ったアルシャインもよく見えなかったんで、ね、もう全然穴買ってたんですけど、あの2頭で決まるかよみたいな感じでしたね。3着はね一番よく見えたのだったんで、あの3文字のね名前を思い出せませんけど、ダメですね未来強いね。2着にはどうやらリバイバルブーム、これが G1 馬だ未来。まあね一番よく見えた馬がねあのレースで走るわけではないんでね、先行性もねあの予想っていうか結果動画の方でね一番よく見えたっていう話をしてましたけど、一番よく見えた馬が走るわけではないんですよね勘違いしてる人いますからね、あのパドックで全てが分かるみたいな考え方の人いると思うんですけどね、パドックでいい状態とか分かってもね、まあ、それだけでは決まらないんですよね、競馬の結果っていうのはね。ジョッキーの功績もあるし、もちろん運も絡んでくるしね、いくらパドックでね能力と調子がねはっきりと分かってもそれだけでは勝てないと。
まあ、実際能力もね、あの調子もはっきりとは分かりませんからね、僕は。パドックだけで予想するっていうのは僕はしませんね、うん、スパイスだと考えてますね。何遍も同じこと言ってますけど、ね、僕。ちょっと厳しい陣営やねこれね、寂しいというか、ハレルヤ基礎 A なんだ、なんでだろう。あれ3文字の名前は何だったかな、覚え出せないな、ちょっと調べてみましょうかね。ちょっと進めないといけないんですがね、この辺りにね、あの退屈なレースが続くんで、ごめんなさいね、ちょっとぐだってしまって。それ東西南北ちょっと状態が悪いね。出せるかなと、まあ、中華賞だけ出しましょうかね。細澤ジョッキーはね、あのおそらく池添ジョッキーだと思うんでね。あ、ごめんなさいね。またファイナルファンタジー15かな。吉王者はね走らないと思うんですよね。ごめんなさいね本当に。毎日杯のね3文字の馬ね、あ奇跡でいいんだ、奇跡ですね、うん、この前7番人気7頭立て8頭立てで 7番人気で、ね、一番よく見えたんで、ルーラーシップ3区でしたっけね。これもネクストでいきましょうね、はい。吉王者はやっぱり引退させた方がいいかもしれませんね。東西南北も状態悪かったらやっぱり厳しいなと。リグレス、名将サムソン3区ね。名将サムソンが、ね、前にも言いましたけど、リアルでね、結構走っていて20位ぐらいにね、顔出してるんですよね。意外だなと思うんですけど、結構ね、オープンでも見かけますよね、名将サムソン、サムソン3区ね。テームオペラ王よりもね、はるかにね、3区が走っていると。意外ですよね。テイムオペラ王のはねスローで切れるイメージはありましたけどね、うん、4コーナーカーブから直線コースに向きました。先頭変わってリグレス、残り 200m、 先頭はリグレス。サセやっぱり結構頑張ってるけどね、うちで、うん、これ調子良かったらワンチャンあったかもしれませんね。まあでもリグレスって言ったらおそらくね、あのスーパーホースだと思うんで、牝馬3冠達成強いね。親父さんは血統みたいね、うん、あ、名将サムソンと川上プリンセスね、うん、まあ両血っていうんですかね。川上プリンセスに名将サムソンつけんやろっていう感じがしますけどね、えこんな走る馬生まれるかな。シボバはねどうしてもスピードがある馬の方がね、あの成功しやすくて、スピードのある馬がだんだんとね、あの母系の力によって距離適性がね伸びてくるっていうのが傾向としてありますよね。ステイヤーはね、あのシボバに上がっても成功しないっていうね、そういうところがあるんですけど、まあ、状態絶好やね、この2頭ね。よし、期待できるかなと。何これ。これね、今ね、PS プラス入ってないんですよ。オンラインできるんですかね。いや、これ楽しみにしてたんですよ、オンラインね。菊花賞に出走するよね。菊花賞はオンライン対戦の対象レースだって知ってた。まあ、ちょっと聞きましょう。めんどくさいな、基本ルール。ダイレクトに挑戦できるよと。それは知ってるんですけどね。あ、対象レースに勝たないとダメなんだ。ああ、まだ G1 ね、国内の G1 勝ってないんで。 JPN1 ダートのね地方競馬勝ちましたけど、うん、JRA の G1 勝ってないですからね。早くね参戦したいんですけど、
ゲームが進まないんでね、そんなことできるんですね、対象レースね。あ、国内中央 G1 ドバイワールドカップペガサスワールドカップ凱旋門賞と、はいはい、出走できるのは G1 勝たないとダメなのかな。まあ、手術場では無理とね。なるほどね。報酬、ぐるぐる回る施設もうおそらく メリーゴーランドだと思うんですけどね。なんでもったいぶって話さないんですかねちょっと まあいいでしょう。はい、ちょっと放牧に出さないといけませんね。はい、放牧出します。有馬記念はおそらく選ばれないと思うんだけどな今週期待ですね。ネクスト、さてボインちゃんね、あの田辺ジョッキーが乗ってね、あの巻き返してほしいんですけど、9番人気ね、まあ、差しでいきましょうかね。全く印がついてないよね。まあ、ライバルはメジロマッチ、カフェグローブね。そんなね実績のある馬はいてないんで、まあ、差しでいきます。ダイジェスト、アナジョッキーの田辺ジョッキーがねやってくれますよ。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ちょっと後ろのような感じするけど、さばいてきてほしいね。東京の坂はねぴったりだからね。ちょっと何やってんの、馬の後ろに入ったらダメだって。田辺させちょっとね、ビクトリアマイルの足があればねここでも通用すると思うんですけど、全く伸びませんでしたね。厳しいな。やっぱり牝馬限定戦じゃないとダメですかね。菊花賞ね、5番人気結構人気ありますね。1番人気未来でしょうね、おそらくね。ねえ、この間には勝てないかなと。絆とトレブだもんね。トレブと絆の子供か、すごいね未来絶対勝てんわこれ。スクリーンヒーロー3区のルビーリングもね結構印ついてますよねこれね。マウンテンマジックとかのねワークフォース3区、ディーパワンさんの子供ですよ。血統見てるだけで楽しいですよねこれね。レース行きましょうか。はい、未来に勝てるとは思わないんでね、オンライン対戦はねお預けですね。またね、前走先行、さあ2冠前走で敗れ、さあ大ストラックね。クラシックの最後を飾るのは菊花賞、舞台は淀野芝 3000m、 三冠の中でも最も強い馬が勝つと言われています。未来武豊ジョッキーが乗ってますよ、ね、世代最強の夢があっていいじゃないですか。武豊ジョッキーこの最後は今、ね、何年でしたっけ、2022かな、体制が整いました。もう55ぐらいになってるんですよ、ね、どの馬が先頭に立つでしょうか最高齢、地方の時ですね、60歳ぐらいの人がいてるんですよ。的場文雄さんでしたっけ。あまり中央競馬のジョッキー知らないんで、レジェンドがねいてますけど、武豊ジョッキーもね調教師やる気ないみたいなんでね、何歳まで乗るかね。55ぐらいまでは普通に乗ってるのかな。岡部ジョッキーが、まあ、それぐらいまでやりましたかね。それに続いています。その外からルビーリング、これに続いてリバイバルブーム、この辺りカットシーンがねなかなかかっこいいなと。砂煙がね
飛んでいて、エアプレイ、その横にアドマイアキャリー、ノーブルグラウデン、この馬もこのグループ、これに続くのがオートリードリーム、すぐ後ろにマウンテンマジック、結構凝ってますよね、カット割りっていうのかな。その後ろすぐ隣にエーシンナチュラル、オートリーバレー、そのうちに京都のね、オレンジの帽子、ヘッドスカイ、その後ろミラー、ゲームのグラフィックをね確かめたいなら植物を見ろってね、僕は自分で言ってたんですけど、ブログとかで一番人気のミライ中段につけて、あの京都の背の高い木見たらね、グラフィックやっぱりダメだなっていう感じしますね。もうちょっとね、自然をね、まあ、どうでもいい話です。やっぱグラフィックの綺麗なゲームって言ったらね、やっぱり植物まで丁寧に描かれていますからね。植物が丁寧に描かれていたらやっぱりグラフィックに、ね、こだわりあるゲームなんですよ。オレンジの帽子、ヘッドスカイ、その後ろすぐ隣、まあ、芝の感じはいいかなと思いますけどね。さあ先頭はエアプレイ、エアプレイ、さらにリードを広げます。結構頑張るんじゃないかな、なかなかいい位置にいますね。まあ未来には勝てないと思うんですけどね。後続も追い上げていきます。さあ先頭はエアプレイ、さあ直線、これなかなか手応えありますよ。これからの勝負、ね、エアプレイ先頭、2馬身から3馬身のリード、来た、来たよ、これ勝ったんちゃう、勝ったんちゃう、マジで未来に勝て、乗ってくれ、頑張れ、うわやっぱりや、頑張ったけどな、2着や、やっぱり未来には勝てなんだね。でもルビーリング2着ですよ。トゥトゥル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 トゥトゥルトゥルトゥルトゥいや走るじゃないですか、デュランのね、デュランって言ったらルメールジョッキーなのかな、モデルはね、タラッリがデムーロですかね、やっぱりジョッキーの腕かな。あ、未来がいなければねチャンスあったんですけど、アルマニア勝てないかなっていうね。ビクトリーエイジね、意外とねこれパワー A なんですよね。ただサブパラがひどいんでねこれね、さすがです、はい、うん、ルビーリングはねちょっと状態の方がピンチな感じがするんですけどね、ジャパンカップには出しません、はい、うん、まあ、ちょっと休養に出してもいいんですけどね、京都コースで、ね、マイルチャンピオンシップよりもやっぱり、ね、日系新州杯出したいですよね、まあ、そして、まあ、放牧でしょうね、うん、放牧しましょう、はい、来年のね、あの春天、未来が出てこなければチャンスあると思いますね、うん、早くスピードがね判明してほしいね、うん、ボインちゃんはねあのもう全然冴えないんでね、何かしらね、まあ、千里のね京阪杯行きましょうかね、ただ京都コースだからね、ターコイズステークスを使う前にね、やっぱりね、京阪杯ということになりますかね、はい。ネクスト。あ、ビクトリーエイジ勝ちましたね。結構地味にね、頑張ってるという。スピード判明してないかな、ビクトリーエイジね。ちょっと見てみたいんですよね。あ、やっぱ C あるんだ、これはね。うん。まあ、C あってね、パワー A なら、もうちょっと頑張ってくれてもいいなという感じがするんですけど、やっぱり頭高いしね、これはね。やっぱりサブパラがね、あの、瞬発力 B、勝負根性もおそらく低いんじゃないかなと思うんですけどね。うん、ちょっと放牧出しておきましょうかね。うん、
モンスターハンターね、これ晩成だよね、まあ、昨ちょっとイベントありましたね、申し訳ない、申し訳ないというか誰に謝ってんだっていう感じですけど、よし王者もね、これね走りませんからね、13番人気、あ、13頭立てねネクストでいきます。さてボインちゃんのね、あの京阪杯見て終わりにしましょうかね、やっぱりスプリントの方がね合うような感じがしますよね。ただね直線平坦なんで坂をね生かしてね差し切りたいボインちゃんにとっては厳しいかな。ただ4番人気ですねこれね、レベルが大したことないのかなと、まあ、ただ富士ステーク3着のマニックバトルね、富士ステーク勝った日高アルダン、結構レベル高いですねこれね。なぜか4番人気で作戦差しでいきましょう。これ大ですね、いいですね、はい。第4コーナーをカーブして、なかなか外に出したよ。さあ先頭に立ったのは、あーでもやっぱりさ伸びてこい伸びてこい、サーセ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 、ごめんなさい、サーセサーセ、やっぱり最後伸びてきたけど坂の助けが必要だな。いい感じで、ね、伸びてきましたけど、ね、ちょっとカメラワークミスってね、ごめんなさい。5着ですね、まあ、頑張りました。まだ走りますねこれはね。というわけで今回これで終了しますね。なんだね大鳥くんか、ルックミーだルックミーだだとね、ごめんなさい。このまま強いのかな。というわけで今回これで終了します。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。